キルニア城は北、キプロストルコ共和国のギルネにある城である。現地ではトルコ語でギルネ城と呼ばれている。現在見られる城は、旧港の東端に十字軍が築城した城を16世紀にベネツィア共和国が改築したものである。城内には古代ローマ後期の円柱を再利用して12世紀に建てられたゲオレディオス聖堂やナンパセン博物館がある。 キレニアは紀元前10世紀頃を起源とする町で、発掘調査では紀元前7世紀頃のギリシア人の痕跡が確認されている。なお、町が発展するのは古代ローマ時代のことである。7世紀のビザンテン時代にアラブ勢力から港を防御するための城塞が築かれたのがキレニア城の起源と考えられている。城が歴史に名を残すのは 1191年に第3回十字軍の途上に失神のリチャード一世がキレニア城を奪取した時のことである。キプロスの領主となったリチャード一世はほどなくしてテンプル騎士団に権益を譲渡し、さらにはエルサレム国王を退いたギード・リュージニャンに権益が移された。その結果キプロスはフランス系のキプロス王国となった。 キプロス王国の初期キレニア城は小さな城であったが、1208年から1211年にかけて拡張された。新しい出入口が築造されるとともに、四角形や馬蹄形の塔が増設され、弓矢用の銃眼も開けられた。1373年、ジェノバ共和国による攻撃で被害を受け、15世紀に4年間に及ぶ包囲戦を受けた時には、ネズミなどを食べて、 上をしのいだと言われている1489年に、ベネツィア共和国がキープロスを得た後、1540年に、キレニア城は改築され現在見られるような形になった。北西閣の巨大な円柱形の塔が建てられるとともに、分厚い城の外壁が建てまされ、弓や塔に代わって、主流兵器となった大砲のための銃眼も開けられた。建物内の砲台は三階層であり、 会場の敵だけでなく、陸上から襲ってくるキプロス人に対しても直接砲撃できるようになっていた。また、上層階へ大砲を運び込むための長い車炉も同時に築造された。このような城の大改造に伴い、11世紀から12世紀に建てられたゲオルディオス聖堂は、外壁を構成する建物の中に埋められるような形になってしまった。1570年。 支配者がベネツィアからオスマン帝国に変わった。オスマン帝国はキレニア城に手を加えたが、これらは後に大英帝国により撤去された。オスマン帝国の帝徳サディックパッシャの墓が城内に建てられた。大英帝国に支配権が移った後、キレニア城は警察施設や警察学校として使われ、後にギリシャ系キプロス人の独立武装組織エオカの政治犯を収容する。 収容所としても使われた。1950年、考古学省にキレニア城の管理が移管されたが、内乱による治安の悪化で公開が一時停止され、1959年から1960年に、再び公開が再開された。1963年から1967年に、かけては、ギリシャ系のキプロス軍の施設として使われ、その後トルコ系の北、 キプロストルコ共和国の施政下になった後、1974年にギルネ市の考古学部門の管理下で一般公開されるに至る。キウチリク川の空堀は、14世紀以前は水が引き入れられており、ことして機能していた。その空堀を渡る橋が城の北西側に架けられており、城への主要入り口となっている。その橋を渡り一つ目の門を通り抜けた内側は、 ベネツィア共和国時代に増築された分厚い壁の部分にあたり、南に折れて丸天井の通路を抜けると、フランス系のキプロス王国時代に作られた城内に至る。この通路には1570年にキレニア城を攻め落としたオスマン帝国の帝徳サディクパシャの墓がある。逆に、一つ目の門を通り抜けた後に北に折れると、分厚い壁に埋まってしまったセイゲオルギオス聖堂に至る。 この聖堂のドームに使われているコリント式の大理石円柱は、さらに古い時代にこの地にあった建物の残骸を再利用したものである。城の中央部分は、塔と城壁に囲まれた四角い庭になっており、その庭を取り囲んでいる建物には、兵士の詰め所や居住区が配置されていた。その中で北側と東側部分は、キプロ王国時代に建てられたもので、 王族のための区画や牢獄が設けられていた。庭の南側部分には、ビサンティン時代の遺構が残っている。王族のための区画には、小さなチャペルも設けられていた。その東側部分の壁の内部は、キレニア城と周辺の遺跡から発掘された遺物を展示する博物館となっている。また、北側部分には、カフェと土産物屋が入居している。キレニアパ破ン博物館には、 紀元前4世紀に沈没したギリシア商船が引き上げられて展示されている。この難破船は積み荷と共に復元されたものとしては世界で最も古いものである。この船は1965年にギリシャ人の運転手アンドレアス・カリオローが発見したもので道路標石とワインを詰めたアンホーラが積み込まれていた。船はキレニア港に入港する手前で嵐により沈んだものと 考えられている。研究によれば、船は建造後80年以上は経っていたようである。全長は14メートルでアレッポ産の松の木で作られている。ありがとうございます。